はい、どうも皆さんこんにちは。私、キノと申します。今回プレイしてまいりますのは、短編のホラーノベル「赤い」というものをやっていきたいと思います。初めからいきましょうか。サクッとできるそうなので、人前でお話しすることは苦手でして、うまくお伝えできるか不安ですが、よろしくお願いします。そんなに長い話ではありませんので、どうか気を楽にして聞いてくださいね。突然ですが、あなたに姉はいますか？あなたに姉はいますか？姉はいません。いないんですね。そうですか。僕には年の離れた姉がいます。これからお話しすることは、僕の姉から聞いた内容になります。舞台は姉の職場、姉とその姉の同僚 S さんのお話です。姉と S さんの関係はつかず離れず、職場の同僚としてはいい距離感を保っていました。 S さんですか？ええ、 S さんは穏やかな雰囲気の、笑顔が素敵な、しっかりとした女性だったと聞いています。ある日のことです。姉は S さんにある違和感を覚えました。 S さんにしては珍しく、なんとなくぼんやりしていたり、何かをボソボソとつぶやいていたりだとか、そんなことが多く見受けられるようになったんです。それは普段から S さんを気にかけていなければわからないような、本当に些細な変化でした。そんな S さんに変化が現れてから数週間後のことです。いつものように業務をこなしていた最中、一つの異変に気づきました。今回は目に見えてはっきりとわかる異変らしい異変です。S さんのデスクの仕切りにシールが貼ってあったんです。それは一見何の変哲もない小指の爪先ほどの小さな丸いシールでした。シールくらい何でもないって？そうですね。シールといえば、子供時代から多くの人が親しんでいるアイテムの一つです。その利便性の良さから、大人になってからも手帳やスマートフォン、さらにはノートパソコンのデコレーションに使う人もいるくらいですから、実際姉の職場でも外観の類似したものを識別する目的なんかで使われているそうです。ですから、 S さんが個人的にシールを使っていても何ら不思議ではありませんでした。ただ姉が気に、なんで姉って言っちゃうんだろう。姉が気になっていたのはその色です。 S さんがデスクの壁に貼っていたシールは鮮やかな赤いシールでした。姉が気づいた時には、すでに十数枚ほどのシールが貼られていました。いつどういった意図で貼られたものなのかは分かりませんが、ただでさえ無味乾燥な職場に全く同じ赤い丸がたくさん並んでいる様は、なんだか不気味で、そこだけが妙に浮いているように見えました。血、毒キノコ、赤信号、レッドカード、古来より現代に至るまで赤色の危険はシグナルとして人々に認識されてきました。赤色ってなんだか不気味だとは思いませんか？僕は真っ赤なポストや非常停止ボタンが昔から苦手で、見ているだけでゾクゾクしてしまいます。この頃になると仕事にも影響が出てきました。しっかり者の S さんですから、ミスなんて滅多にしなかったのに。それだけでなく、上司に叱られている時もどことなく上の空といった様子です。あなたの周りにはそういった人いないですか？人間、精神的に追い詰められると身だしなみを気にしなくなるそうですよ。何日もお風呂に入らなかったり、女性の場合、今までしっかりアイラインまで引いていた人がファンデーションも塗らずに外を出歩くようになるんです。ボサボサの頭、目の下のクマ、乾いた唇によれた服、久しぶりに会った友人がそんな風になっていたら、あなたはどう思いますか？ S さんはそこまでとは言いきませんでしたが、やはり浮かない顔をしていました。 S さんの表情が沈めば沈むほど、20枚、30枚とあの赤いシールは増えていきました。何か悩み事でもあるのかもしれない。悩んでいるのなら話だけでも。優しい姉はS さんを食事に誘ってみることにしました。仕事終わりに S さんに声をかけ、都内の美味しいケーキが食べられる喫茶店へと向かいました。
飲食店か。 S さん、甘いものが好きだったんですね。 S さんが甘いものが好きだということを姉は覚えていました。店内の雰囲気は良く、二人は穏やかな時間を過ごすことができました。実は僕もそのお店に連れて行ってもらったことがあるんです。姉は本当に優しいんですよ。今日用意させていただいたケーキもそのお店のものなんです。ふふふ、怖い。美味しかったですか？それは良かった。ごめんなさい、先ほどから話が脱線しがちですね。本題に戻ります。その日 S さんとの会話はたわいもないものに終わりました。もともと思っていることを口に出さない性分だったのでしょうね。話したくても話せないこと、話しにくいことは誰にでもある。姉はそう思いました。姉はそう言っていました。 S さんの悩みを無理に探ろうとせず、しばらくは見守ることにしました。時々食事に誘っては、何かあった時に手を差し伸べられるような位置で。素敵な人だね。赤いシールはどうなったのかって？赤いシールは39枚目を最後に、それ以降増えることはありませんでした。え？いい話じゃないか。そうですね。でもこのお話にはもう少し続きがあるんです。そんな穏やかな日々が続いていたある日のことでした。珍しいことに、その日は S さんの方から声をかけてきました。今度の日曜日、私の家に遊びに来ない？いつもは誘う側だった姉が初めて S さんに誘われた日でした。女子会なんていつぶりだろう。もしかしたら深刻な悩みを打ち明けられるのかもしれない。嬉しさと不安を半分ずつ抱えながら、お気に入りの白いスカートを履いて S さんの家へ向かいました。 S さんの家は少し古ぼけたアパートでした。 S さんは一人暮らしでしたから、十分住みやすい家だったのでしょう。狭いけれど、さあどうぞ。促されるままに家の中へ足を踏み入れました。お邪魔します。部屋の中は薄暗く、玄関から差し込む光がなければつまずいていたかもしれません。ごめんなさい、玄関の電気が切れていたのを忘れていたわ。背後でドアを閉める音が聞こえます。ドアの隙間からわずかに漏れた光も遮られ、二人のいる空間は闇に閉ざされました。けれども狭い玄関でしたから、いつまでもその場に留まっていては S さんが靴を脱げません。少しずつ暗闇に慣れた目を頼りに、姉は部屋の奥へと進んでいきました。見慣れぬ部屋に知らない匂い、自分たちが歩くたびに生じる足音や布の擦れる音がやけに耳に響きます。視界を奪われた今、姉の五感はすっかり研ぎ澄まされていました。後ろからついてくる S さんの気配に自然と、背筋に意識が集まります。玄関と部屋をつなぐ短い通路のはずがやけに長く感じられました。カーテンが閉め切られているせいか、部屋の中もまた真っ暗でした。幾分開けた空間にたどり着けたのはいいものの、このままでは何もできません。 S さん、声をかけた時でした。カチリ、それは部屋の電気がつけられる音でした。眩しい。姉はとっさに目をつぶりました。次に目を開けた時、姉は思わず悲鳴を上げていました。無理もありません。だって視界に広がっていたのは一面赤だったのですから。 S さんの家の壁は真っ赤に染め上げられていました。そんなに驚かないでください。少し恥ずかしいです。私、誰かを家にお招きしたのは初めてなんですよ。後ろを振り向くと、そこには優しくはにかむ S さんが立っていました。異常な状況の中、普段と寸分変わらない S さんでした。 S さん、あの赤いの。すっかり寒気だった姉は、そんなたどたどしい言葉を紡ぐので精一杯です。取り繕うこともせずに、震える指先で赤い壁を指し示した。ああ、これ
怖がらせてしまったみたいね。ごめんなさい。 S さんが指で壁の表面をなぞります。指先はところどころ壁に引っかかりながら滑っていきました。そこである違和感に気がつきます。壁の表面はわずかに凹凸があるように見えました。本来あるはずのない凹凸、それはただの赤い壁ではありませんでした。丸いブツブツの集合体だったんです。え？もともと S さんは自分の気持ちには鈍感な方でした。鈍感といっても感じる心がないわけではありません。自分で気がついていないだけで、ちゃんと心は傷ついていました。嫌なこと、悲しいことがあっても、知らず知らずのうちに我慢してしまうんです。でも自分では溜め込んでいる自覚がないから、気づいた時には体を壊している。今までその繰り返しだったそうです。自分の気持ちがわからないって、結構厄介なことですよ。それって何がしたいのかわからないってことですから。そこで S さんは少しでも嫌だと感じることがあるたびに、手帳に赤いシールを貼っていくことにしました。手帳がいっぱいになったら家の壁に、壁がいっぱいになったら職場のデスクに。それはもうほとんど癖のようでした。赤いシールを貼る行為は辛い気持ちを視覚化することで自分をいたわる、 S さんなりのセラピーだったんです。そうです、姉が S さんの家で見た赤いつぶつぶの集合体、 S さんが壁に貼った何しい数の、おびただしい数の赤いシールでした。その後ですか？今でも姉と S さんはいい同僚ですよ。あんなことがあった後ですから、疎遠になってしまってもおかしくはないと思います。でも姉さんはとっても優しい人ですから。 S さんが何を思ってあの姉にあの部屋を見せたのか、それは S さんにしか分かりません。もしかしたら姉なら何か知っているのかもしれませんが、でも分かりませんよ。人が何を考えているかなのか。意味が分からない？そんなのは作り話だ。くだらないって？嫌だな。本当の話なのにそんなこと言わないでください。せっかくお話ししたのに僕は悲しいです。実はその赤いシール、僕も使っているんですよ。ほら、姉さんからこの話を聞いた後、使い始めたんです。人間生きていれば許せないことの一つや二つありますよ。僕、とっても許せないことがあったんです。50枚貯まるまでは、50枚貯まったらってコツコツ貼っていきました。そしてつい先日、50枚目のシールを貼りました。雨が降ってきましたね。確かあの日も今日みたいに雨が降っていました。寒いですか？窓を閉めますね。それにしてもこんなにすぐに溜まるとは思っていなかったので、自分でもびっくりです。僕は僕にご褒美を用意しました。だって今までたくさん我慢してきたんですよ。踏まれても殴られても、作品を壊されても、罪をなすりつけられても、ずっとずっと我慢してきました。辛かったです。泣きました。トイレでたくさん泣きました。せっかく姉さんに連れて行ってもらったお店のケーキも半分も食べられませんでした。なんでだかわかりますか？何日もお風呂に入りませんでした。みんなに嫌われました。毎日必死でした。褒めてください。僕すごいですか？優しいですか？え？褒めてくれないんですか？別にいいですよ。あなたなんかに褒められても嬉しくありませんから。いいんです、もうやめました。優しい人間はもうおしまいです。僕は姉さんや S さんみたいに優しい人間にはなれませんでした。でもこうなるのも仕方ないなって思うんです。優しい僕を変えてしまったあなたが心底憎いです。この気持ちは誰にも否定させません。ほら、赤いシールがその証明です。そろそろ薬が効いてきた頃ですか？許してほしいって？明日から優しくなるから？ダメですよ。だってシールが50枚溜まってしまいましたから。優しい僕はもういないんです。
残念でしたね。それではさようなら。さようなら、優しかった僕。はい、ということで一気に読んできましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんも我慢してることたくさんありますよね。これを学んで赤いシールを貼らないようにしましょう。50枚貯まったらなんて考えないことにしましょう。嫌なことがたくさんある人生ですので、50枚になってすぐに貯まってしまうことでしょう。はい、ということで、こちらいるにすると展開が変わるそうなので、こちらも試してみたいと思います。多分最後の方の展開が変わると思うので、この S さんとの話はちょっと飛ばしていきましょうかね。さあ、では本題はここからということなので、ここから読んでいきましょうか。そんな穏やかな日々が続いたある日のことでした。珍しいことに、その日は S さんの方から声をかけてきました。今度の日曜日、私の家に遊びに来ない？いつもは誘う側だった姉が初めて S さんに誘われた日でした。女子会なんていつぶりだろう。もしかしたら深刻な悩みを打ち明けられるのかもしれない。嬉しさと不安を半分ずつ抱えながら、お気に入りの白いスカートを履いて S さんの家へ向かいました。 S さんの家は少し古ぼけたアパートでした。 S さんは一人暮らしでしたから、十分住みやすい家だったのでしょう。狭いけれど、さあどうぞ。促されるままに家の中へ足を踏み入れました。お邪魔します。部屋の中は薄暗く、玄関から差し込む光がなければつまずいていたかもしれません。ごめんなさい、玄関の電気が切れていたのを忘れていたわ。背後でドアを閉める音が聞こえます。ドアの隙間からわずかに漏れ出た光も遮られ、二人のいる空間は闇に閉ざされました。けれども狭い玄関でしたから、いつまでもその場にとどまっていては S さんが靴を脱げません。少しずつ暗闇に慣れた目を頼りに、姉は部屋の奥へと進んでいきました。見慣れぬ部屋に知らない匂い、自分たちが歩くたびに生じる足音や布の擦れる音がやけに耳に響きます。視界を奪われた今、姉の五感はすっかり研ぎ澄まされていました。後ろからついてくる S さんの気配に、自然と背筋に意識が集まります。玄関と部屋をつなぐ短い通路のはずが、やけに長く感じられました。カーテンが閉め切られているせいか、部屋の中もまた真っ暗でした。幾分開けた空間にたどり着けたのはいいものの、このままでは何もできません。 S さん、声をかけた時でした。カチリ、それは部屋の電気がつけられる音でした。眩しい。姉はとっさに目をつぶりました。飛ばしちゃった。次に姉が目を開けた時、視界にいっぱいに広がったのは一面真っ赤でした。右も左もベッドや本棚といった家具以外の壁という壁は見渡す限り赤赤赤、そのあまりに鮮やかな赤色に目が溶けてしまいそうです。圧倒された姉は強いめまいを起こし、気がつけばその場にうずくまっていました。同時にひどい頭痛と動悸が迫ってきます。姉さんの体は心臓の拍動に合わせて揺れました。体が揺れれば視界も揺れます。脳に手を突っ込まれ、ぐちゃぐちゃとかき回されているみたいでした。視界を通して脳に直接働きかけた信号、危険信号の赤が姉さんの体を蝕み始めたのです。痛い、気持ち悪い、痛い、気持ち悪い。心臓の拍動に呼応するように頭痛も激しくなっていくではありませんか。息をしても止めても苦しい、まさに地獄のような時間です。まるで体全体が心臓になってしまったかのようで、コントロールが効きません。揺れる視界から逃れようと目を閉じれば、自分を四方から囲むあの赤色がなんだっけ、まぶたを突き抜け眼球にまで染み込んでくるようです。手に汗を握り、
ただひたすら壁を見ないようにしてやり過ごすほかありませんでした。必死に自分の白いスカートを見つめたまま、するとちょうど膝のあたりにポツンと乗っている一点のシミ、今一番視界に入れたくない赤いものが目に飛び込んできました。こんなものでも今の姉の神経を逆なでるには十分です。取り除けるものならどこかにやってしまいたい、そう思うのも当然です。ところが手で触れてみるとどうでしょう。不思議なことにその赤いシミは指先に移りました。それは職場で見られたあの赤いシールでした。もうお分かりだと思いますが、部屋の壁一面に広がる赤の正体はびっしりと貼り付けられた赤いシールだったんです。 S さんはシールを貼る行為を止めたわけではありませんでした。うずくまり悲鳴を上げる姉さんに、S さんはこう言い放ちました。食事に誘われるのも、シールの枚数をチェックされるのも、ずっと迷惑だったの。あなたのせいでもうシールを貼る場所がなくなっちゃったじゃない。職場で変な噂が流れているのもあなたのせいなのね。言いながら姉の服に腕に顔に狂ったように赤いシールを貼り付けていきます。姉は叫びながらもがきました。腕をかきむしりました。髪を引き抜きました。それでも S さんはシールを貼る手をやめません。腕をかきむしった手指は血に濡れ、姉の感覚を狂わせていきます。暴れるたびに壁からシールが剥がれ落ち、点々とこぼれ落ちた赤は古い床から染み出た血の斑点のようです。床に湧き出た吹き出物の表面を針でプツッと潰してできたような血の斑点、プツリプツリ、暴れれば暴れるほど床に広がる未だ赤くない面積を侵食していきます。姉はパニックを起こし家の外へ逃れようとしました。しかし事態はさらに悪化します。慌てていたせいで足がもつれて前のめりに倒れてしまったんです。倒れた衝撃で床に落ちた赤が姉の体にまとわりついてきました。まるで意志を持った生物のように。その頃にはだいぶ気がやられていたようで、姉にはシールが床から這い出た大量の赤い雲に見えていたそうです。その後 S さんは失踪しました。後から分かったことなのですが、S さんは嫌なことがあるために赤いシールをデスクに貼っていたそうです。姉が枚数をチェックするから貼る場所を家に移したんでしょうね。 S さんずっと我慢していたそうですよ。姉に食事に誘われるたびに赤いシールを壁に貼り付けては、赤い色は今でも姉のトラウマになっています。あの光景は姉の目に焼き付いて離れませんでした。3日3晩寝込んだ後、姉は視力を失いました。まぶたの裏には今でも赤色がこびりついているみたいで、何日も眠れないような痛ましい日々が続いています。心優しい姉さんがどうしてこんな目に遭わなければならないのでしょうか。 S さんもきっと優しかったんでしょうね。だって簡単なことなんです。断ればよかったじゃないですか。お金がないから、時間がないから、体力がないから、理由なんて何だってよかったじゃないですか。人間なんて何を考えるか、何考えているかわからないものです。優しいって何でしょうね。姉と S さんのお話はこれでおしまいです。優しい S さんの優しい妹さん、こんな話を最後まで聞いてくださりありがとうございました。そういう展開なの？最後に何か言いたいことはありますか？そんなに不安な顔をしないでください。大丈夫ですよ。目を閉じていればきっとすぐに終わります。ああダメです、前言撤回です。目だけは開けていてもらわないと困ります。あなたには姉さんと同じ目に遭ってもらうんですから。だっておかしいじゃないですか。友人を持って行動した優しい姉さんがこんな最後を迎えるだなんて、物語として成り立たないじゃないですか。だから僕は姉さんの仇討ちをすることに決めたんです。昔話でもよくありますよね、仇討ちって。おかしくなんてないですよ。昔から語り継がれているんですから。
僕の行動は正しいはずですよね。あなたを S さんの妹さんを探し出すのには骨が折れました。泣くんですか？いいですよ、たくさん泣いてください。姉もたくさん泣きましたから。今のあなたみたいに。そうですね、あなたは何も悪くありません。ですから今後もしあなたが僕に仕返しをしたいというのならきちんと受け止めましょう。僕は優しいですから。はあ、寒気がすごい。クーラーのついた部屋だからかな。そうですね、皆さん断りたいときはちゃんと断ってください。口で言えば人間わかりますから。そこからいじめが始まることはまあないでしょうからね。とりあえず断り方によるかと思いますが、怖いね、変なの読んじゃったよ。ということでご視聴ありがとうございました。短編でした。赤い実況、ご視聴ありがとうございました。